サイドレイズのやり方。ダンベルを両手で持ち、肘を軽く曲げて体の外側に向けます。手首はまっすぐに固定し、肩を下に落として構えます。ダンベルを体から遠ざけるイメージで両手を外側に開きます。肘を肩の真横まで上げるようにしましょう。構える際にお尻を少し後ろに引いて、腕を少しだけ体の前に固定するようにしましょう。体を前後に大きく振ってしまうと、肩から刺激を逃がしてしまいますので注意してください。できるだけ肘を先行させて動かすようにしてください。肘を上手に動かすことで肩にうまく刺激が入るようになります。